やあ、なんとか生きてたよ。あれ絶対にもう死ぬやつじゃん。最後のやつじゃん。王国の危機に全く不甲斐なくてすまなかったね。ある魔道具に時を溜め込んでてね、ちゃんと発動するかは賭けだったけど。めちゃくちゃだろこのおっさん。ユリウス様、私ウィリアム・バンジャン、いかなる理由があったとしても王国を裏切った罪は重い。君を遊ばせておく気はないよ。それ甘すぎるんじゃねえのか旦那。ウィリアムを魔法騎士団に誘い団長に任命したのは私だ。白夜の魔眼闘士との戦いに負けた責任もね。私は君の苦悩も知っている。憎しみの連鎖を耐え抜き進む覚悟はあるか。私のグリモワールは今度こそあなたと。小さくなっても中身は全然変わってねえや。さてみんな本当によく頑張ったね。このままだと3つの困ったことが起きてしまう。でもこの魔力どこかで。まさかこの人。困ったことその1、私の魔法の大半は失われてしまった。グリモワールもこんなだし。ほい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 、魔法帝はなんでちっちゃくなって生きてるんですか。大昔の魔道士が残した魔法を溜め込む技術のおかげさ。私の時間魔法とスワローテイルはとても相性が良かった。自分の命に万が一のことが起きた際にやり直すための時間をね。やはりそううまくはいかないものだね。いや十分だろう。セクレ、やった、ついに試作品第1号の完成だ。自分の魔法が役に立たないと思ってるけど、そんなことないんだ。でもまだ秘密だよ、セクレスワロテイル。何しても生きててよかったですもん。何魔法だい。長年変身ぶらりをした私の勘が言ってるよ。俺たちも他の奴ら手伝いに行かねえと。いつの困ったことの残りは何だよ。このままだとクローバー王国が外国に滅ぼされてしまう。もしくはアスタ君が死んじゃう。